革新とか挑戦ということをですね、掲げてまして、新しい機能だったりとかもどんどん取り込んでいくような風土ができているかなと。私たちは不動産情報サイトライフルホームズを運営する企業です。住み替えの時に検討されるユーザーさんっていうのは集中的にですね、時間短くを探すという傾向がありまして、ウェブですとかスマートフォンであっても最適化ページの方がボリュームとしては多いんですけれども、スマホアプリの場合は数は少ないんですけど、フリークエンシーがこう高くですね、より深いですね、コミュニケーションが取れるというツールになっているかな。アプリ経由の問い合わせ数を増やすことが私たちのミッションです。そのためにユーザーファースト、ユーザーハピネスを心がけ、ユーザーの期待に応えられるアプリ開発を目指しています。その一環としてユーザーの声を吸い上げることが大切だと気づき、すべてのレビューに返信する取り組みを始めました。レビューは3人の担当者が順番に対応しています。より個人感を出して中にいる人が見える形にもしています。お住まいを探している方を集めて、アプリの中のボトルネックを調査して改善をして、一旦そこは AB テストで 50% の人に配信してみよう、で良ければ 100% の人に配信しようという形でやっています。例えばボトムナビゲーションの導入に関して社内での評価は割れていたのですが、ユーザーの利便性を考えるとぜひとも導入したい機能でした。そこで Firebase のリモートコンフィグ機能を使って AB テストを実施しました。ユーザーからの反応も良く、有効性を確認して導入することができました。その際に注目した KPI はアプリ全体のコンバージョンレートです。ボトムナビゲーションの導入でコンバージョンレートは約 1.5 倍になり、主要画面の利用率も改善することができました。ライフルホームズを使うユーザーは必ずゴールがあると思っています。でそのゴールを、達成するために迷わせないデザイン、あとは動線を、しっかりエンジニアも含めてマテリアルデザインではこういうふうに定義されているし、実際こういうふうな方が使いやすいよねっていうところで、チーム一丸となって、ユーザーファーストを意識して開発している。デベロッパーコンソールの、AB テストの機能を使いまして、ストアの宣伝画像と、アプリのランチャーアイコンの AB テストを行いました。ユーザーのインストール率としまして、188% の改善につながっています。ユーザーファースト、ユーザーハピネスに取り組んできた結果は数字としても現れています。KPI であるアプリを通したお問い合わせ数の社内シェアは昨年から 116% 増え、プレイストアでの評価は 3.5 から 4.2 に上がりました。ここまでユーザーの皆様に評価いただき嬉しく思っています。これからも Google の提供する新しいプラットフォームを利用して革新的なサービスをどんどん打ち出していきたいと思います。